これでわかる I need truth ロートレック。パリの歓楽街モンマルトルで活躍した画家アール・ヌーボーのイラストレーターでもあります。キャバレーの絵をいっぱい描いていますね。依頼を受けてポスターを制作していたのですが、それ以前からキャバレーにはハマっていました。そうなるには理由があったようです。どんな流れがあったのか覗いてみましょう。1864年フランス南西部のアルビの名門貴族の家に生まれる。3年後弟が生まれますが翌年亡くなる。これがきっかけで両親が不仲になります。ロートレックも小さい頃から体の弱い子でした。母親と共にパリへ。そこで絵のレッスンを受けます。13歳の時左の大腿骨を、14歳の時に右の大腿骨をそれぞれ骨折しています。それ以降足の発育が止まりました。胴体の発育は正常だったため、上半身は大人、下半身は子供のままという状態でした。骨が弱くなった原因は近親交によるものと現代の医学では考えられます。親はいとこ同士でした。障害を持ってから父から疎まれるようになり、敬遠されるようになります。一般的な同じ年齢の男性が楽しむ活動の多くにロートレックは参加することができず、自分の居場所を探すように芸術活動に没頭するようになりました。パリでレアン・ボナットの下で学んだ後、モンマルトルに行き、フェルナン・コルモンの画塾に移り、ヴァン・ゴッホ、エミール・ベルナールらと出会っています。ただ彼が惹かれていたのは当時流行していた印象主義や外の光を中心とした絵画ではなく、人工的な光に照らされたドガが表現するような光景でした。またドガはバレエダンサーの舞台裏を描きましたが、ロートレックもダンサーや歌手たちの華やかさの裏にある素顔も描いています。パリのムーランルージュをはじめとしたダンスホール、酒場などに入り浸り、娼婦たちと頻繁に関係を持つデカダンな生活を送っていました。しかしこうした暮らしぶりを知ったロートレックの父は伯爵家の恥だと激怒して、本名で絵にサインを入れることを禁じます。そのためロートレックは一時期トレックロート、名前の文字を入れ替えたサインをしていました。自身が障害者として差別を受けていたこともあり、娼婦踊り子のような外の世界の女性たちに共感を持てました。なぜなら彼女たちもまた社会的に一種の差別を受けながらパリで強く生きていたからです。そして彼女らをモデルに愛情のこもった絵を描いていました。キャバレー女子女優イベット・ギルベール、フレンチカンカンのダンサージャンヌ・アブリル、ラ・グリュ、また彼女たちからもロートレックは愛されていました。ロートレックは話し上手でもてなし上手、独身桃子の料理法という本を出すほど料理上手で人気者だったんですが、父親との確執、世間からの差別、足の痛みを紛らわせるために若い頃からお酒に溺れていきました。アブさんなどの強いお酒の中毒になり、梅毒もあったため心身ともに悪化しました。1901年母親の元へ行き、同年9月母親の邸宅マルロメ城で両親に見取られ脳出血でこの世を去る。最後の言葉は、障害を持つようになってからロートレックを避け金品を与えましたが、彼の格言を決して認めなかった父親に対して発したバカな年寄り目であったとされます。死後彼の作品は父親の意向により、母親の親友で画商のモーリス・ジョワイアンによって管理されることになり、1922年アルビにトゥルーズ・ロートレック美術館が設立されました。父はロートレックのアートを理解しようと見つめ直そうとしていたのではないでしょうか。ロートレック本人がこのことを知らないのが残念です。ムーラン・ルージュのラグーリュという絵をご覧ください。ロートレックは日本の浮世絵にも影響を受けていました。従来のポスターの左右対称という構図の概念を打ち破り、浮世絵にあるような左右非対称の構図や部分の拡大など主題を印象付ける技法を取りました。女性ダンサーラ・グーリュと男性ダンサーの輪郭を明確に描き、後ろのその他大勢を黒の影で表現していることで踊り子の動きが目立ち、躍動感のある絵になっています。お疲れ様でした。最後にロートレックの他の作品も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。